こんにちは、日本気象協会の工藤かな子です。皆さんは今年のゴールデンウィークどんな風に過ごしましたか？今年は帰省したりとか旅行に行ったりとか、私は某夢の国に行ったりしたんですけれども、いろいろとお出かけされた方も多いんじゃないでしょうか。先月の動画で暑熱順化をテーマに熱中症の予防についてお伝えしました。では実際夏にかけて身近な人が熱中症の症状が出てしまった時に正しい応急処置ができるか方法を確認しておいた方がいいですよね。私もとりあえず体を冷やすことが大事とは知ってるんですけれども、でもちょっと方法を具体的にはわからないかなと思います。今回は今から知っておきたい熱中症の応急処置のポイントを3つお伝えします。応急処置をするのにも熱中症のサインに気づくことがまず大切ですね。熱中症とは高温多湿な環境に私たちの体が適応できないことで生じる様々な症状の総称です。初期症状には頭痛やめまい、立ちくらみ等があります。呼びかけに反応しない、意識がない場合はすぐに救急車を呼び、救急車が到着するまでの間に応急処置を始めましょう。ちなみに医療機関への搬送の目安としては、未開封のペットボトルを渡して自力で開けて飲むことができるかどうかが目安だそうで、うまくできない場合は医療機関へ搬送してください。結構硬いですし、こう意識が朦朧としてるとこう全然飲めなかったりするなと思います。症状をチェックしたところで応急処置のポイントを一緒に確認していきましょう。ポイントその1、涼しい場所に移動する。クーラーが効いた室内や車内に移動しましょう。近くにちょうどいい場所がない場合は風通りの良い日陰に移動し安静にしましょう。ということで、お出かけの時に涼めるスポットだったりとか日陰になるような道というのを事前に探しておくと、いざという時慌てなくて済みますね。意外と気づかない間に気温がすごい高くなっていることもあるので、こう自分が今いる環境が大丈夫かなっていうのをアプリとかで気温や湿度を見て確認してみてください。続いてポイントその2、体を冷やして体温を下げます。衣服を緩めて体の熱を逃がす。また氷枕や保冷剤で太い血管が流れている両側の首筋や脇、足の付け根などを冷やしましょう。出先で氷枕とか保冷剤なんて持ってないよって方もいると思うんですけれども、体に水をかけてこういううちわとか扇子で仰いだりとか、あともうなければタオルでこう仰ぐことでも大丈夫です。ちなみに表に出ている顔だったり両腕や足を冷たい水で濡らしたり、こんな風に手のひらを水につけて冷やすことでも体を冷やすことができます。結構ひんやりしますね。この手のひらを冷やす処置は日常の生活でも使えて、運動中や運動した後、暑さを感じる帰宅後にもおすすめです。本当はこう肘までつけるとさらに有効らしいので、大きい桶がある方は試してください。最後にポイント3、水分や塩分を補給する。熱中症が疑われるときはただ水分を補給するのではなく、塩分も一緒に補給しましょう。水分といってもカフェインの入った飲み物は利尿作用が強くなるので避けてくださいね。お手製で食塩水を作るのには1リットルの水に対して 1g から 2g ぐらいの塩を入れるというのが目安らしいんですが、どれぐらいなのか全然ピンとこないので、実際にこの水と塩用意してきました。これ家から持ってきました。塩は一つまみで 1g らしいので、ちょっとつまんできます。一つまみ、はい。あ、ちょっと足りないですね。ちょっともうちょっと足しますね。はい、このぐらいが 1g だそうです。一つまみ半ぐらいですかね。ここに1リットルの水を用意したので入れていきます。ですぐには溶けないみたいなのでかき混ぜていきます。かき混ぜると結構すぐに溶けますね。じゃあこの出来上がった食塩水を飲んでみます。どんな味になるのか。うん、あんまり普通の水と変わらないですね。若干しょっぱいかなぐらいで、結構普通に、うん、飲めます。普通の水とそんなに変わらないんですけど、レモンとかお砂糖とか入れるとより美味しくなるかもしれないです。お手製も良いんですけれども、長時間スポーツをした後などのエネルギー補給には素早く塩分糖分を補給できるスポーツドリンクも良いです。天気 JP 熱中症情報ページ、今日の熱中症情報では日本各地の熱中症に対する警戒度を市区町村ごとに見ることができます。
ここまで応急処置の方法をお伝えしてきましたが、そもそも熱中症にかからないように予防対策をしっかり行って、この夏健康に過ごしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。